はい、どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを消化する様を実況動画として上げていこうということで、魔界転生続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ね、呪われて装備も、武器も防御も呪われてということだったんですが、ちょっと、呪い解こうと思って怪獣の書をね、探しに前のダンジョンに潜ったりしてました。で、その過程で呪いは解けたんですけど、レベルが上がっていたりして、で装備もちょっと増えたりはしてるかな。まあ、とりあえず、特に新しいものは手には入ってないですかね。はい、もしかしたら防具がこの辺が新しいかな。新しい可能性はあるけど、ちょっととりあえず分かんないからいいや。まあとりあえず旅立って、でまた次がボス戦って可能性はなさそうだけど、とりあえずボス戦があるかもしれないというね、覚悟の上で行こうとかと。そろそろね、やっぱまあ最初からそうでしたけど、団子だとHP の回復分が不足するんでね、みたらし団子以上を集めていきたいところ。とりあえずこの辺持ってきてるんですけど、この忍者刀とか、あと特にこの小鉄とかですね、これはもう耐久値がないから使い捨てる気で持ってきてますね。これ装備して、でこれですね。これはおそらく私が持ってる中でも強い方の装備で、で体力上昇っていうのがついてますので、75から93だから結構上昇してますね。これはなかなかいいんじゃないかな。で、紅葉が綺麗なところって感じのダンジョンかな、ここは。またちょっと暗いんですよね。なんかいるな、あいつは誰だ。新しいな、ガキみたいだけど見た目は。自爆するのか。行動は同じですね。私よりも 1段階遅い。ただかなり強い。あと自爆するやつに今の炎のやつは大丈夫だったかな。まあいいや、忍者刀で行こう。ちょうどあいつで壊れた。ちなみに31段になってますね。前回から2つぐらい上がったかな、レベルが。サンドガーサー持ってるけど、とりあえず持っていくか。投擲用とか、こいつなんだ、人だけど見た目が違う。破壊層か、そうか、そっか、宝蔵院の関係の敵かな。まあ、槍持ってるから2マス攻撃できるやつですね。衝撃の書。あんまりでもモンスターハウスみたいなのあんのかな。あったら今みたいなのは使えそうな気がしますけどね。曲の書。ああ、これはいいんじゃない？ボス戦の前とかに使えそうですね。混合の砂。ああ、これいいやつですね。すごい、プラス5もなってる。どうしよっかな。盗む系の敵がいるんだったら装備しちゃった方がいいんですけど、耐久を減らしたくはないかな。まあいいや、とりあえず今困ってないからこれでいこう。赤なめが出てきたら考えよう。赤なめ以外にも盗むやついるかもしれないけどね。あと、鶴ベビもそうですね。鶴ベビ以外にも、呪う系のやつがいるんだとしたら、ちょっと考えなくちゃですね。単純にあれかな、火力不足になってきたら、付け替えるかな。あと、回復アイテムが落ちてるかどうかもわからないんでね、このダンジョンも。
回復アイテムが落ちてないとなると、あ、あるわそこに団子が。ただ団子か、団子はもう使っちゃおう、 HP がなかったら。お前か、お前自爆するときどうなるか怖いんだよな。この状態で4発か。正直行きましょう。自爆するから。忍者か。もうお前くらいな。ああ、怖いっちゃ怖いんだよな。今回3発とか、これもなんか振れ幅あるんですよね、結構。普通のガキか。レベル上がりそうだからとりあえずいっか。レベルを上げてから行くか、落ちちゃうか。多分ダンジョンに出てくる敵自体は変わらないと思うからな。奥からも来てるな、なんか。こっち側に入れて、はい、これレベルも上がったし武器も壊れた。はあ、どっちにしよっかな。もうこっちにしとくか、とりあえず。だんだん深くなっていくとしたら、ここも5階ぐらいはあるのかな。もう分からないから気はつけておこう。気はつけておこうってなんで、気をつけておこう。酒場と砲、壊れない、壊れない。耐久度ゼロ、壊れない。絶対壊れないのか。これすごいいいじゃん。剣心の刀だから。しかもしびれる神。神って何？神に大ダメージ。神、あー、まあ八百万神だから何らかのやつはいるだろうな。攻撃力が低いけどってことか。これは持って帰ろう。じゃあもうこっちだ。これも持ってますしね、一本は。あれをベースになんか作り始めるかな。合成の人も拾ったんですよね、その怪獣の人を探してるときに。人見衝突、
パイソン来たな。あいつ二マス攻撃できるだろうからこうか。新しい草か、あ、火消し草か。あれまた美容法師いんのかこの辺、それとも上位互換か。いるな。はあ、持ってないなこれ。弱いけど。美容法師か。そうだな、まだ出てくるのか。高確率で地図の塩を落としてくれるんだよね。ああ、そういえば敵が高確率でアイテムを落とすってやつも手に入れてるな。うわすごいじゃんこれ。よし、こんなもんかな。ただまだ階段を見つけてないんですよね。うん？どっかの脇道か？こっちか。雷鳴剣拾っとくか。多分持ってないやつだ。いや、こっちは来たことあるな。空腹度はないですけど、単純に刀がどんどん消耗していく。お鉄刀が消耗していくから、ちょっとこれプラス5あるから、合成した時プラス5が生きるかもしれないから壊したくはないな。こっちにしとくか。多分外周とかは一通り見たから脇道かどっかなんだろうけど、
つ怖いな。なんだかんだ言って持って帰りたい系のやつばっかだな。あと持っておきたい系か。これ読んじゃうか今困ってるから。あそこね。これもあんまりそんなにレアじゃないのかな。こいつ高確率で落としてくれるから。なぎなったか。打ってないな。しかも強いな。なんかいたんだよあそこに。あいつか。持って帰りたいな。持って帰りたいもの結構出てきたな。何階層だろうここは。うわ、なんか飛んでんな。ガーゴイルか。あの天草四郎と戦った時に出てきた。ん？あ、フサマス攻撃か。あ、手裏剣外れてるわ。そこそこ強いな。ちょっと気をつけながら行こう。いるな。届くか。届くね。ただ二マスまで近づいてきたらあいつは槍持ってくから。うわ、なんだあいつ。また新手だよ。濡れ女。状態状況か。濡れ女だから赤ん坊背負ってんのか。ん、赤ん坊どころじゃないな。 赤ん坊2体背負ってんのか。ただ動きが鈍いからこれが効きますね。ただ横からも誰か来てる。あと硬い。単純に自爆ガキか。飛んでるやつが来たな。絶対にやったからじゃないだろう。このレベルまで来たらガーゴイルか。なかなか緊迫感が出てきましたね、ここに来て。お、いいね。
大体プラス5になってるのかな。この間手に入れたのも結構プラスされてた記憶があるからな。ガーゴイルか。まあ大体3発だな。ああ間違った。ちょっと HP はなるべく70代にしておきたいぐらいにはなってきたな。濡れ女か。ヘビかなんかみたいな感じになってんのかな。こういうデザインも結構いいんですけどね、このゲーム。なんだ、あ、そういう何、そういう置き土産してくんの。まあこいつも打撃自体は5ぐらいか、一発で。油断はできないけど、極端に怖がる必要もないかな。よし。ああいいね。今のところ燃やしてくるやついないからな。ツルベビーも燃やしてくるんじゃなくて呪ってくる方がでかかったしな。チーズの人使っちゃえ。あ、上にあったわ。足軽けど、どうすっかな。レベル上がらないかもしんないから、このまま折れちゃうか。今ちょうど気力も体力もいっぱいだし。え、第4幕は普通にあるか。さあ、油断ができなくなってきた。なかなかローグライクというか不思議のダンジョンというかみたいな感じにはなってきましたね。解除の書ありがたいね。これを探してさっきは相当時間かかったよ。まあ、いっか。持ってるし。むしろ回復系かな。今回回復系のアイテムがそんなに落ちてないですね。実はそんなにいらないんじゃないか説が出てるから、これ置いとくか。
ボス戦があるとしたら次のあたりだろうからな。わあ、また鉄砲持ってるあいつ。こうか。で、こうで。解毒。ガゴイル。まあ、タイマンで戦っても別に問題はなさそうだな。いつ自爆するんだろうな、こいつ。爆弾岩みたいに HP がいくつ以下になったとかかな。お、次の階への階段だが、変えとこう。今回修繕の書は手に入ってないからな。あった、てか修復の書か。どうしよっかな。35段に上がるかどうか。そんなことやってないで降りた方がいいか。経験値は今そこそこ強い敵が多いので、そこそこもらえはしてるんですよね。二マス攻撃のやつが2体もか。ただその分危険っちゃ危険なんですよね。この2体倒して考えてみよう。それぐらい増える。それぐらい増える。あれ濡れ女か。これがなんか壊れない装備が手に入った時点でちょっとこれの存在価値がいらんかなってなってきてるんですよね今。いいや、装備をこっちにまず変えて、であいつを倒して、でこれを読んで、このダンジョンはこれでいこう。うわ、鉄砲か。35段に上がるかな、これ。
自爆ガキが割と美味しいですよね。あの辺に群れでいるな。群れはいらんだよな。一体だけでいいんだよ、もう。なんだ？三色団子か。ありがたいね。あ、これ向こうのやつに使ってみるかな。フロア内の敵にってことはあれなのかな、この階にいるやつ全員ダメージ食らってんだから。これでそうだな、全ての敵にってなったもんな今。ですごい処理落ちをしている。敵がこんだけいると処理落ちをしてしまうのか。そう考えるとこれ悪くないな。開幕で使っておいてみたいなのができるからな。これどこ、これ適当なところで手に入るからいっか。さて、おりますか。次の会議はありますね。そっか。そうすると、そうだな、雷鳴剣拾ってるからボス用にあっちは取っといてこっちにしとくか。それ届くんだ。見た目届かなそうだけど。ガーゴイルかな。ガーゴイルだな。うわ、やべ。よかった。あー、くそ。濡れ女か。なんかやってきそうで怖いんだよな。自爆ガキほんと美味しいですね。みたらし団子か。ありがたいな。
サンドガサは持ってるからいいや。ガーゴイルか。ああ、くそ、この向きがわからんのだよな、まだ。しかし、一撃か。レベルが上がったからだろうが、いや、もしかこの剣か。死闘棒。人に大ダメージ、敵防御力を減少。あ、これか。うお、銃持ってるやつがいるんだよな。ガーゴイルが来てるな。今ので倒したやつもいるよ。経験値は入ってないのかな。あ、やべ、どうしよっかな。もうちょっとだけ見てからにするか。ああ、修復の書がやっぱりもうちょっとだけ見るべきでしたね。これいいなぁ。こっちにしとくか。装備、雷鳴剣26。本郷の爪が28か。雷鳴剣の必殺技はどんな感じ？遠距離攻撃か。こっちにしとくか。全然違うとこにいたわ。能力がかなり強いですね。よし。さーて、6階があるか、ボス戦か。ああ、どちらでもなかった。よかったよかった、一安心。鍾乳洞は近づく道になるの？はい。とりあえず、手裏剣以外は一回全部預けて、合成の負傷をどれぐらい持ってる？ 2 つしか持ってないのか試してみたいんだけどな。まあそれは枠外でもいいかな。
なんだかんだ言ってこれ手に入ったりしてたけど1個しか持ってないんだな。てかこれとこれの差は何よ。あ、耐久値がなんか50もあるのこれ。あ、木刀かこれ。木刀と大刀か。まあ中途半端な耐久値のやつを持って中途半端なんだけど、もしかしたら合成した時プラス2にできるかもしれないっていうのがあるからな。まあ、いっか、青龍刀がなんか3本もあるから青龍刀持っていくか。あと鎧系か。この辺は単純に強いの持ってくか。22。これでいっか。でみたらし団子がもういっぱいあるのか。みたらし団子1個ぐらい持っていくか。で保存して、で今回はここで終わりにしたいと思います。どうもお付き合いいただきありがとうございました。